はい、皆様こんにちは。ガバロトリ将軍でございます。本日は、オールマリンチェーンというかオールアンカーチェーンのブレスレットです。まあこういうのもまあちょっと売れる時と売れない時があって、まあその波があるんですけど、まあ人と思ってるのが違うという意味では同じものを選ばない方がいいので、まあこれはこれでこういう味、まあこれ別名エルメスチェーンとも言うんですよね。ガボールなんですけど、ガボールがエルメス好きだったからっていうか、アンカーだとこのアンカーはエルメスがまあ代表的なんで、まあエルメスチェーンと昔はよく呼んでました。最近言われなくなりましたけどね。古くからのガボールを知ってる方は今でもエルメスチェーンとかって言ってますね。このまあもというと、エルメスだとこれ全部同じ太さなんですね。これガボールの太さが違うからこの形には組めなかったんですね、今までは。まあ組めたんだけど邪魔くさかったんですね。この先になると細くて、根元太いんで、こう開くと、形が綺麗にパッと開くんじゃなくて、こうだらっとこの先だけギュッと伸びたり変な形に開くんで、この形に戻す時に結構手間い戻し方をしないといけないので、この形がなかったんです。もちろんこの形はその提案されたし、もちろんあったんですけど、こんなのはもうその、基本的に受けない仕事だったんですね。今は受けてますけどね、そんな生前ほど売れないんで、こうなんていうか、ここもこれだから綺麗に形が丸いく綺麗でしょ。これ整えてるからなんですよ。こうキュッと開いてパッてこういう感じじゃないんです。こういう形のものキャストですしね。だからまあ価値があるといえば価値がある。手のかかり具合、パッと見何もなくただ作ったように見えるけど、相当時間が倍以上かかります、これ作るのには。だからまあそういう意味では珍しい、まあだからあまり売れないからちょうどいいぐらいのもんなんですね。でこれ今日のはこの、まあ、円筒ティーバーっていうやつですね。ここに、ダイヤモンド925スタンプが入ってます。あとは普通っていうか普通なんですね。これこういう感じです。この円筒はもうちょっと太いのもできるんですよね。マスターティーバーって言うんですけど、まあ普通の丸カンですね、こっちは。これをロー付けして、まあ引き抜き線でロー付けして後ろ上から刻印入れてるので、こっち側がこう平らになります。これはナチュラルで本当に鉄板の上で叩いてるからこんな風になってます。これ一つ一つやっぱり力の加減が違うので形も違います。こういうところも見てほしいポイントですね。まあ、本日はこんなところで失礼させていただきます。ご清聴ありがとうございました。